はい、望月凛です。今回はベストセラー作家である立花明さんの書かれた残酷な世界で生き延びるたった一つの方法を解説していきます。この本は一言で言うと、この残酷な世界で生き延びる方法を教えてくれる本だ。残酷な世界か。ああ、まず最初に言っておくんだが、この本はかなり絶望的な内容が多い。そのため動画を見ていて途中で気分が悪くなる人もいるかもしれない。そんなにか。ああ、そういう人は無理せずにこの動画を閉じて猫の動画でも見て気分を和ませてくれ。わかりました、覚悟します。うん、それでは行くぞ。はい。まずこの世界は残酷だと著者は言う。残酷か。ああ、この国では奨学金を借りて大学に行き卒業したものの、就職できなくて派遣やアルバイトの仕事をしながらギリギリ生活をしている若者が多い。仮に就職できたとしても過労死寸前の激務を強いられたり、人間関係のストレスで病んだりしている人もいる。確かに僕の友達もブラック企業に入社してうつ病になって結局会社を辞めちゃいましたね。うん、追い打ちをかけるように高まる税金や保険料、もらえる見込みのない年金で将来に希望がない人もいるだろう。生きるのって結構大変ですもんね。うん、そのため日本の自殺者数は年間2万1000人ほどもいる。うわー、そんなにいるのか。ああ、今日の授業を受ければそんな残酷な世界で生き延びるたった一つの方法を知ることができるようになるだろう。それでは早速授業を開始する。心して刮目せよ。よろしくお願いします。一つ目は、能力は遺伝でほぼ決まるだな。さて、ここではまず残酷な現実を語っていく。はい。それは能力はほぼ遺伝で決まるから、努力をしてもほとんど変わらないということだ。努力すればなんとかなるんじゃないんですか。うん、ならんぞ。適性がないことをいくら頑張っても芽など出ない。ほら、今までの人生を思い出してみてほしい。遅い足が速くなることもなければ、悪い頭が良くなることもないし、音痴な歌が上手くなることもなかったはずだ。確かに。お前が一郎になるのが不可能なのは努力不足でもなく、そもそも運動選手としての適性がないからだ。そうですね。このように能力は遺伝でほぼ決まっていて、努力できる部分は非常に小さいのだ。なんとなくそんな気がしていたんですけど、ここまではっきり言われるといっそ清々しいな。実際にアメリカの教育心理学者であるアーサー・ジェンセン先生は、身長や体重などの身体的な特徴だけでなく、知能の 70% は遺伝によって決まると主張している。 70% もか。ああ、そのため親の身長が高いと自分の身長も高くなりやすいし、親が東大出身だと子供も東大に合格しやすい。そして親がミュージシャンだと子供もミュージシャンになりやすいのだ。なるほどな。このようにこの本では一貫して遺伝という巨大な壁があるから努力しても大して変わらないと書かれているのだ。くそー、俺もアイドルとか野球選手になりたかったのに。うん、だがこれはネガティブなことではないぞ。むしろ残酷なのは、才能や適性がない人に君もやればできる、努力すればなんとかなると甘い言葉をかけて塾に入れたり声優のスクールなどに勧誘することだ。さっきも言ったが、適性がないことをいくら頑張っても芽など出ない。滑舌が悪い人がニュースキャスターになるのは無理だ。まあそうですね。ああ、ちなみに USJ を V 字回復させた森岡剛さんはこう言っている。ナスビはナスビにしかなれない。ナスビがキュウリになりたいとか玉ねぎになりたいと考えるからしょぼくれたナスビになってしまう。逆にナスビであること、丸みがあること、紫色が黒光っていることを誇りに思うようにしてあげなくてはいけない。ナスビは立派なナスビにするしかないんです。いいこと言うな。ああ、このように遺伝によって決まっている自分の弱みはきっぱりと捨てて、自分の強みに目を向けるしかないんだ。なるほど、少し気分が楽になりました。次は、社会で評価される能力は偏っているだな。さて、ここではさらなるこの社会の残酷さに切り込んでいく。さっき人の知能の 70% は遺伝によって決まると言ったな。はい。そのためこの世界には足が速い人や足が遅い人、喋るのが上手い人や喋るのが下手な人、勉強が得意な人、勉強が苦手な人など、いろんな人がいる。そうですね、10人十色です。うん、本来であればみんな違ってみんないい、めでたしめでたし万歳という感じになるのかもしれないが、残念ながら現実はそうはならない。え、
なぜですか？なぜならこの社会では特定の知能だけを高く評価するからだ。特定の知能だけを高く評価する？どういうこと？説明しよう。例えば言語能力や数学的な能力はこの社会で高く評価される代表的なものだ。この能力が他人よりも優れていればテストでいい点数を取りやすいし、高学歴にもなりやすい。その結果、医者や弁護士、税理士、公務員になりやすいだろう。まあ医者になれるほど頭が良くなかったとしても、そこそこのサラリーマンにはなれる。給料も高いし他人からも尊敬されるだろう。そうですね。一方、ちょっと足が速かったり歌が上手かったり絵が描けたり大食いができたところで、その能力はこの社会ではほぼ無価値だ。誰も評価してくれない。履歴書に 100m 走を14秒で走れますとか、人の3倍食べられます、絵が描けますと書いても、面接官に鼻で笑われるだろう。確かに足が速いのなんて会社では何の役にも立たないですもんね。もちろんオリンピックに出れるくらい足が速かったり、プロになれるくらい絵が上手いのなら別だけどな。はい。つまりみんな遺伝によっていろんな適性を持って生まれてきているんだが、その中で運よく社会から評価される能力を持って生まれてきた人だけが高い給料をもらい、高い地位になって幸せになれるということだ。なるほど。だから格差社会になるのは当たり前なのだ。ここでは社会で評価される能力は偏っているということを覚えておいてくれ。はい。次は、能力がない人は低賃金の仕事をするしかないだな。さて、さっきは社会で評価される能力は偏っているということを説明した。ここでは残念ながら社会で評価される能力を持っていなかった人たちが最終的にどういった仕事をすることになるのかについて見ていこう。はい。結論を言うと、マックジョブという仕事をするしかない。マックジョブ？何ですかそれ？説明しよう。マックジョブとは、ほとんどスキルを必要とせず社内での昇級のチャンスがほとんどない低賃金で将来性のない仕事のことだ。そうなのか。ちなみにマックジョブのマックとは、ファストフード店のマクドナルドに由来するものだが、その他のコンビニやカフェ、スーパーなどにも同じことが言える。まあ簡単に言うと、毎日ロボットのように退屈で単調な作業の繰り返しをやるしかないということだな。流れ作業みたいな感じか。そうだ。僕も一度工場でライン作業をやったことがありますけど、確かにあれはきつかったな。もちろん誰かから尊敬されることもなく、創造性を発揮することも許されず、目立つことは一切してはいけない。残酷だな。このように社会に評価されない能力を持って生まれた場合は、このマックジョブをせざるを得ないのだ。そしてこの本はこう問いかけてくる。果たしてそれは幸せなのかと。幸せではないですよね。誰だって自分の得意なことや個性を発揮して生きていきたいはずですよ。そうだな。では次の項目でそのための方法を説明していこう。おお、あるのか。次は、自分の好きなことをインターネットで発信するだな。さて、ここまで残酷なこの世界の仕組みを説明してきた。ここからは残酷な世界で生き延びるたった一つの方法を説明していく。待ってました。それは自分の好きなことをインターネットで発信することだ。好きなことをインターネットで発信？どういうことですか？説明しよう。インターネットがない時代はプロにはなれないけど、歌がうまいことやゲームがうまいこと、話がうまいこと、大食いができることなどはほぼ無価値だった。はい。だからそういった能力を持った人たちは低く評価されて、ほとんどマックジョブをせざるを得なかったんだ。そうかもしれませんね。履歴書に歌がうまいですって書いても鼻で笑われますもんね。だが現代では誰でもインターネットを活用して自分の好きなことを SNS や動画、ブログなどで発信することができるようになった。誰でも自分のファンを作ることができるようになったんだ。ファンか。実際にほとんどの YouTuber の動画はアマチュアレベルだろう。テレビや映画、ドラマのようなプロレベルのものではない。はい。でも見られているだろう。そうですね。それはこのようにインターネットを活用することで、今まで見逃されていた才能や能力が多くの人の目に触れるようになったからだ。つまり歌がうまいことやゲームがうまいこと、大食いができることが勉強と同じように評価されるようになってきたのだ。はい。そのため勉強がそこまでできなくても一代でお金持ちになる人たちも増えた。人気のインスタグラマーとか YouTuber とかですね。このように自分の能力がもしこの社会で評価されるものではないのなら、きっぱりと諦めてその能力をインターネットで発信するべきなんだ。それがこの残酷な世界で生き延びるたった一つの方法だ。
次は得意なことを好きになるだな。さてここではなぜ自分の好きなことを発信するべきなのかについて説明していく。はい。それは人は得意なことを自然と好きになるからだ。得意なことを好きになる？そうかな。うん。なぜそうなるのかを説明していこう。あ、はい。まず大前提として私たちの目的は生き延びて子孫を残すことだ。そのため男女ともに異性からモテたいわけだ。確かにモテたい。うん。ではどうすれば異性からモテるのかというと、それは他人より優秀であるということを証明すればいいの。他の人よりも優秀であることか。ああ、それは頭の良さや喧嘩の強さ、歌のうまさ、足の速さなど様々だが、何か一つでも集団の中で抜きん出るものがないと目立たない。目立たないとモテないから困るわけだ。はい。そのため私たちは無意識のうちに身の回りの人と自分を比較して、最も自分が目立つことのできるものを好きになり、能力を伸ばそうとする。へえ、面白いな。例えば身の回りの中で自分が一番サッカーが上手いのであれば、自然とサッカーを好きになるし、身の回りで自分が一番勉強できるのであれば、自然と勉強を好きになっていく。逆に自分が目立つことのできないことは自然と嫌いになっていく。なるほどな。確かに全然勝てないとゲームをしていても楽しくないですもんね。うん、そういうことだ。つまりお前が好きなものは自分が目立てること、得意なことである可能性が極めて高いのだ。だからこの本ではシンプルに自分の好きなことを発信しなさいと言っているわけだな。なるほど。次はニッチな場所を狙うだな。ここではさらに詳しくインターネットで自分の好きを発信する方法を説明していく。はい。それはニッチな場所を狙うことだ。ニッチ？何ですか？ニッチって。ニッチとは隙間という意味だ。ニッチな場所を狙うということは、つまり規模の小さいマーケット、可能性はあるものの、まだビジネスとして確立していないマーケットのことを指す。それを目指すのだ。へえ。でもなんでニッチなんですか？どうせならメジャーなところを狙いたいんですけど。うん、メジャーな市場にはすでに多くのライバルがいる。 YouTube で言うと、ゲーム実況や猫の動画で成功しようと思ってもかなり難しいだろう。あ、確かにきつそうですね。うん、そういうメジャーな市場は儲かるから、たくさん人が入ってくる。入れ替わりも激しい。そして成功を手にできるのは限られた人だけだ。だから私たちは最初からメジャーな場所は避けて、自分が個人的に好きなニッチなジャンルに狙いを定めることが大事なのだ。例えば爬虫類を飼うとか、商業解説するとか、レトロゲームをやるとかだな。なるほど。あ、でもそんなんで誰かに見られるんですかね。うん、あんまり見られないだろうな。あー、ダメじゃないですか。うん、大して見られないし儲からない。だからライバルが少ないのだ。なるほど、逆にか。ああ、そしてお前が好きである以上、そこには小さいかもしれないけど確実にマーケットが存在しているはずだ。それをかき集めていけば、なんとかお前が食っていけるだけのファンを作ることは十分可能だろう。なるほどな。実際にゆっくり不動産という不動産を見て回る YouTube のチャンネルがある。あれこそまさに自分のマニアックな好きをインターネットで発信したチャンネルだろう。あれか。まあこのチャンネルはたまたまヒットしてしまったが、別に多くの人に見てもらう必要はない。ただ自分の好きなジャンルを発信してコツコツとファンを増やすのだ。このように儲かることではなく、自分の好きなことを発信することが大事だ。次はインターネットのツールを使いこなせだな。ここでは引き続きインターネットで自分の好きを発信する方法を解説していく。はい。それはインターネットのツールを使いこなすことだ。ツール？ああ、今の時代は多くの武器をほぼ無料で使うことができる。まあ身近なところだとメールもそうだし、通話も無料だろう。まあそうですね。その他にも転売をするときは Amazon やメルカリを使えるし、曲を売るときは iTunes が使える。アプリを売るなら App Store、 そして動画を作るのであれば YouTube や TikTok、 写真やイラストは Instagram や Twitter で発信できる。記事を書くのならノートがある。でも僕は絵が描けないんですよね。うん、もし絵が描けなくてもイラスト屋があるし、最近は AI の画像作成ソフトもある。グラフや画像はキャンバで作れるし、おまけに今はゆっくり音声やボイスピークなど AI を活用した読み上げソフトもある。あ、確かに何でもあるな。そしてクラウドファンディングで自分のやりたいことを表明して支援者を募ることもできる。言われてみればなんか俺ってすごく恵まれているんだな。今更気づいたかバカ者め。すいません。これらを活用すれば貯金もない、
人脈もない人でも一発逆転できる時代なのだ。あとはさっき言った通り、ニッチでいいから自分の好きなことを表現してコツコツとファンを作っていけば、マックジョブからの脱出ができるかもしれないぞ。そうですね。とにかくインターネットで自分の好きなことを発信するときはツールを使いこなすべきだ。最後は会社以外で自分の居場所を作ることだな。ここでは幸せについて説明していく。幸せか。ああ、もし幸せになりたければ会社以外で自分の居場所を作っておくことだ。会社以外？そうだ。そもそも私たちは自分という存在を誰かから認められた時に幸せを感じるようにできているんだ。へえ。まあこれは私たち人間が群れの中で仲間と協力して生き延びてきたからだな。実際に自分を大切にしてくれたり、自分の仕事を高く評価してくれたり、真剣に自分の話を聞いてくれると嬉しいだろう。あ、確かにそうですね。そのため自分の能力を認めてくれる職場で働いている人はそうでない人と比べて圧倒的に幸せを感じやすい。いいなぁ。そういう人はそのまま出世でもして幸せになればいい。一方、社会で評価される能力を持っていない人は社内の評価も低いし、地位も低いし、給料も低い。誰からも感謝されないし、誰からも相手にされない。そのため幸せを感じづらいのだ。なるほど。僕も新卒で入った会社はそんな感じでしたよ。毎日上司に怒鳴られるし、もうゴミくず扱いですよ。本当に辛かったです。うん。だからこそ何度も言ってきた通り、自分の好きなことをインターネットで発信して会社以外で自分を認めてくれる場所を一つ持っておくべきなのだ。現実がどれだけ辛くても、インターネット上に自分を必要としてくれている人がたくさんいればメンタルも安定するし、幸せを感じやすい。まさに居場所へのリスクヘッジだな。もしお金を稼ぐことができれば、会社を辞めて自分の得意なことで食っていくことも可能だ。そうですね。このように幸せになりたければ、自分の好きなことをインターネットで発信して、会社以外で自分の居場所を作っておくことだ。まとめだな。この世界は残酷である。知能の 70% は遺伝で決まる。ほとんどの人は努力しても変われない。社会で評価される能力は偏っている。社会で評価される能力を持っていない場合は低賃金、低地位の仕事をするしかない。そこから抜け出すには自分の好きなことをインターネットで発信するしかない。人は得意なことを好きになる。ニッチな場所を狙う。儲かることではなく自分の好きなことを発信する。インターネットのツールを使いこなす。幸せになりたければ会社以外で自分の居場所を作ることだな。やっぱりインターネットを使って情報を発信するのがいいんですね。ああそうだ。動画やラジオ、ブログ、SNS など自分に合ったものを使うとよりいいだろう。そうですね。あ、でも YouTube とかブログとか SNS でうまくいく人って一握りの人だけですよね。うん、そうだな。しかしそれは仕方のないことだ。そもそも会社員をうまくやれるのも一握りの人だけだしな。この世界に全員が勝てるものなど存在しないのだ。そうですね。だから諦めるのではなく、今よりも少しでも自分に合うものを探し続けるしかないだろう。その最初の一歩として、会社員がどうしても合わないのならインターネットで自分の好きなことを発信してみてほしいということだな。わかりました、リンさん。俺やりますよ。うん。もしこの動画が一人でも多くの人を救うことができるのなら、これほど嬉しいことはないぞ。それでは今日の授業は終わりだな。ありがとうございました。